リチャードソン・ジリスは、哺乳コネズミメリスカに分類されるジリスの一種。カナダ南部及び、アメリカ北部の草原に穴を掘って暮らす。アメリカ合衆国ノースダコタ州、モンタナ州西部、ミネソタ州西部、カナダアルバータ州南部、サスカチュワン州南部メスは、東道町264から318ミ、mm、リメートル、おな55から82ミリメートル、体重120から590グラム。 オスは、東道町283から337ミ、mm、リメートル、おなが65から88ミリメートル、体重290から745グラム。体重は、時期や環境によって大きく変化する。オスの場合、冬眠前には440から745グラム、あった体重が、冬眠が終わる頃には290から500グラムにまで減少する。 平均的にオスはわずかにメスよりも大きく、体重も重い。紐の色は、背部が深い茶色、腹部が褐色。尾は、他のジリスよりも短く、毛量が少ない。耳は、とても短い。縄張り行動を見せるリチャードソンジリス短い草の生えた平原に生息する。中高生で、地上及び地下の巣穴で暮らす。樹上性のリスのように木や高いところに登ることはない。 地下にトンネルを掘って巣を作る。巣穴は最大で長さ10メートル、深さ25から75センチメートルのトンネルといくつかの巣室、出入り口からなる。巣穴は穴掘り袋などの他の草原の生き物に奪われてしまうことがある。近親のメス同士は社会性を持つが、オスは全くの単独生活者である。自分の巣穴の敷地周辺で縄張り行動をとるが、 コロニーでは穴が近接していて、捕食者が近づいた時はお互いに発する警戒音を聞き取ることができる。近年の調査では超音波の警戒音が発生られると、コロニーの他のメンバーが応答することが示されている。子は遺伝的に親に似ている鳴き声を持つことで、大人たちは緊急時に自分の子の声を聞き取ることができる。捕食者には、タカ類、イタチ類、アメリカアナグマ、 小ようで、蛇などがいる。タンポポを食べる、リチャードソンジリス食性は主に草食性で、食物の80から100%が植物で、占められている。主に稲荷植物や紅葉草本の葉、花、種子を食べ、昆虫を食べることもある。農地では、小麦や大麦などの作物の種子や若草を食べる。1年のうち6から8ヶ月間を、地下の巣穴で冬眠して過ごす。 大人は6月から、その年に生まれた子は遅れて8から10月頃から、冬眠を開始する。オスは、翌年3から4月に冬眠から目覚め、2から3週間後に、メスが冬眠から目覚める前に縄張りを作り、繁殖に備える。年に1回繁殖する。2から3週間の繁殖期の間、オス同士で激しい縄張り争いが起こり、多くのオスが、争いによる怪我や、 冬眠前に蓄えた脂肪が枯渇して命を落とす。こうした繁殖期の厳しさのため、メスの寿命が6年までなのに対して、オスの寿命は滅多に2年を超えることがない。繁殖はメスが冬眠から目覚めた3から5日後に行われる。メスの発情期は約2から3時間で、その間に1から4頭のオスと地下の巣穴で交尾する。妊娠期間は22から23日間。 一度の出産で3から11匹の子供を産む。子供は生後28から30日まで地下の巣穴で過ごし、地上に現れるようになってから1から2週間で離乳し1年で生成熟する。スコットランドの海軍医、博物学者、北極体験家であるジョン・リチャードソンによって発見されたことから名付けられた。警戒時に王を振る仕草から、 英語では別名フリッカーテールとも呼ばれる。アメリカのノースダコタ州はリチャードソン・ジリスにちなんで襲名の愛称をフリッカーテール州としている。地面に穴を掘って巣を作ることからゴファーと呼ばれることもあるが、これは間違った呼び方で本来全く違うホリネズミ科の動物の名称である。郊外の環境に生息する。 リチャードソンジリス森林が農地造成のために開拓されたことで生息範囲が拡大した。草原に限らず時には郊外の環境にも適応する。郊外住宅地の歩道やテラスの下に彼らが掘ったトンネルを見つけることも一般的である。農作物を荒らすことや牛などの家畜が巣穴の入り口に足を踏み外し怪我をする危険性から農業の害獣とみなされることがある。 農家や牧場主は罠や銃殺、毒殺の他にも自立を根絶する様々な方法を開発した。その方法の一つに巣穴を酸素とプロパンガスの混合物で満たし、引火するというものがある。この方法は自立に脳震盪を起こさせて殺し、同時に巣穴のトンネルを崩す。しかしその対策範囲以外にいる自立は、 やがては対策済みの土地にやってきて広がってしまう。サスカチワン州政府は2010年にリチャードソン・ジリスの外獣宣言を行い、自治体に管理対策を許可した。サスカチワン州野生生物連合は、リチャードソン・ジリスの過剰な個体数を削減するため、2002年に12週間のゴーファーダービーを開催した。賞金は、ジリスの王を証拠に、最も多くのジリスを殺した者に授与された。 カナダ動物愛護協会は、この大会を残酷で野蛮なものだと批判したが、このダービーは2003年にも開催された。2004年には個体数が減少し、大会は中止された。リチャードソン・ジリスは野生動物だが、貴重なペットとして飼育もされている。日本では感染症法第8章第54条に、基づき2003年から、 プレイリードッグの輸入が禁止になったことを受け、リチャードソン・ジリスが姿形や生態など、比較的プレイリードッグに似ている、輸入可能な動物として知られるようになった。しかしながら、基本的に単独生活である野生家では、冬眠をする人になれるのに時間がかかるなど、プレイリードッグとは異なる点もあり、飼育情報もまだ少ないのが現状である。ありがとうございます。